こんばんは。5月27日ですね、第135回のしゃべくりマッスルなんですが、ですね、これライブの一番いいとこですね。前回もねちょっと失敗しましてね、今日も10分遅れてね、まあいろいろあのトラブル続きなんですがね、やっぱりねライブっていうのはこういうことがあるから面白いですね。まあこっちは緊張してますからね、というようなことで始まりました。今日のマッスルと言いますかね、今日はさっきね床見るとね素晴らしいその明るいニュースがありましたね。ちょっと是枝和裕監督ですかね、そして父になるというカンヌ国際映画祭ですね、特別審査員賞ですかね、受賞されまして、この素晴らしい映画だということで、日本の方が受賞されたのはなんか6年ぶりというようなことでね、先ほど夕刊にも大きく出てましたけども、まあ素晴らしい、話題でした。で今日の松代なんですけど、今日は蒸し暑くてね、私なんかね、もうこのゲソラ人間蒸し暑い蒸し暑いなんていうネガティブな言葉を言ってますかね。こちらのご住職いらっしゃいましてね、ご住職はねもうポジティブですね。こういう蒸し暑いとホタラが出る、うわーすごい、でそんなご住職なんですけども、素晴らしいポジティブなお考えでいらしてまして、培養院のご住職、増田ご住職に今日はおいでいただきまして、よろしくお願いします。こんばんは、増田です、よろしくお願いします。素晴らしい話題で始まりまして、ということでね、ご住職、培養院というと素晴らしいね、話題って言いますか、いろいろ行事がね素晴らしいことあるんですけど、ちょっと説明させていただいていいでしょう。こちらにあるんですかね、これが培養院ですかね。はい、はい、はい、これですね、はい、はい、はい、これ本堂、うちの本堂、はは、屋根去年ちょっと吹き替えたばっかりでね、なるほどね、ちょっと新しい、ちょっといいところなんですけど、はい、はい、それでその下がですね、これがね、この下がこれが、まあ門くぐっていくところ、三門ですね、入るところの国本堂っていう感じですね。はい、はあ、でこちらが、そうですね、これは門くぐって入りますと左手になりますが、見てござるの、あ、テープを流れる、そうですね、見てござるの日が、はあ、はあ、立ってるところの絵でしたね。はあ、はあ、はい、でこの次が、はい、これが、ちょっと絵がうまくいかないですけども、これでその見てござるを左手に見て、うん、またさらに左手が、はい、墓地になっているんですよ。この今の社が、うちのお寺を作った海木さんの信行さんの側室の培養院伝正岳明帝大師さんのお墓ですね。初代信行さん、松の林信行さんの側室ですね。うちのお寺は作られたってことですね。はい、うちのお寺は成り立ちはその方がいないとないと、はい、いうことですね。今のご住職もいない、はい、そうですね、私もいないと、いないということになりますね。はい、わかりました。はい、で次はこれが、これはね、うちの母の趣味というか、なんという生きがいというか、一口おやきを存じ上げております、はい、美味しいんですよね、おやきをやってましてね、本当にね、はい、お伺いしていただくのが楽しみです。はい、で次が、で、はい、次が何になりますか。この次の写真はどうですか。次の写真は、いきますかね、見せてくれますかね、はい、あ、すいません、私が行かなかったんですね、はい、おやきの写真から今度は、今度はこれはね、またちょっと一回外に出るような感じですけどもね、観音堂の屋根がちょっと右手、ありますね、に見えますが、そこに観音さんが、祀られたところで、手前がその藤棚、もう藤が終わって、花がね終わってしまいまして、綺麗ですよね、そうですね、すごい、結構藤が、見事に毎年毎年有名で、まあ、有名かどうかわかんないですけど、5月とちょうど10日のね、うちのお寺の大般若っていう行事があるんですけど、その時に見頃を迎えます。そうですね、有名です、はい、有名です、有名にしておきましょう。はい、有名ということで、はい、で、この下はこれで終わりかな、あ、この下あります、はい、はい、こちらが六地蔵ですか。それはそうですね、先ほど門入って三門の手前になりますけどね、三門くぐる手前の左手に、六地蔵がこうやって、お座りになってお寺を守ってくれてる、はい、はい、で、あとこちらがで、先ほど中に入っていると、あ、庭、はい、本堂の正面の右手になりますね、庭がね、本当に素晴らしいんですよ。でもう本当に高そうな子がいっぱいいますしね、
庭にね、まあ、池があって、女難観音を祀ってお祭りをしている環境もありますが、鯉が、これだとね、ちょっと泳いでる姿見ませんが、ね、夜になるとね、ライトアップもしてるんですよ、7時から、ね、なるほど、電気もったいないんで30分ぐらいはい、はい、あとこちらがあ、それは今の池のね、見えますかね、鯉が見えるかな、ちょっと見えますかね、はい、あの泳いでね、水中もライトアップしてるんで、おお、なるほど、夏はね、まあ涼みがあったらぜひフラフラと、あの見に来てください、まあ落ちないようにね、お子さんは危ないです、はい、というのはこの素晴らしいお寺なんですけども、あとなんかいろいろ行事とかされてるようなんですけども、はい、はいはい、行事は、まあ、どこのお寺もね、行事は、あの三門行事とか行ったりして、行事はいくつかやってるんでしょうけど、うちもご多分に漏れず行事は、ただ一般の方を対象にしてるっていうと、その観音さんの大祭ですね、うん、先ほどちょっと写真でも紹介しましたけど、あの魚卵観音という魚のね、はい、珍しい観音様を祀ってあって、そのお祭りが4月と10月にやってます。お寺でお魚を、はい、お魚の祀ってるんですか。お観音さんを祀ってるんですよ。ちょっと珍しいですね。そうですね、いろんな観音さんありますけどね、お魚の観音様って結構皆さん興味持って、あ、はい、いや、魚卵ってあの魚って字ですかね。そうですね、魚卵観音、魚の、そうなんですか、魚卵観音で、春と秋に、春と秋ですね、はい、で、あのこれは何をされる、どんなお祭りなんですか。お祭りの内容は大体一般的ですけども、魚卵観音さんをあの中心にして、まあ、ご祈祷をして、参詣の方、あるいは参詣、はい、まあ、なさらなくてもその祈願の申し込みがあれば、祈願をしますので、家内安全、身体健全、交通安全、まあ、などなどのご祈願をね、あの観音堂で皆さん、そうですね、毎年80人ぐらいかな、お見えになりますね。祈願は120-130人お申し込みありますけどね、毎そんなにたくさんいらっしゃる、はいはい、で、その中で一番多いのはやっぱり健康祈願ですね、身体健全とか、まあ、家内安全とか、あと交通安全ね、車、交通安全とか、いろいろ、そうですか、お参り、その人によってね、違うと思いますが、ご祈願内容はね、違うと思いますけれども、はい、あ、そうですか。それとあとですね、なんか2年前でなんか福引きされてるっていう地域で有名らしいですけどもね、はい、まあ、2年前の結構お寺さん除夜の鐘ついたりやってるところは、ね、どこでもやってますね、ありますが、あのうち福引きをやるので、はい、結構福引きに釣られてっていう部分もあるんじゃないかなと思うんですけど、福引きをね、からくじなしで、からくじなしやるんですよ。結構ね、盛況で、あの12時から12時半ぐらいが一番ピークかな、はい、それ何時ぐらいから始めてるんですか、始めは、11時半ぐらいから人がぼちぼち出てきますね。おお、それで次の日まで、次の日の大体昼間ずっと、いやいや昼間まではもうさすがに体力はね続いてないんでやれないんですけど、大体ピークが1時ぐらいまでで人が、うん、あ、じゃあ、紅白歌合戦が終わるぐらいから、そうですね、ちょうど紅白皆さん見て、白組勝った、赤組勝った、はい、どっちか分かった頃から、うん、ぼちぼち出てきて、で、2年参りっていうぐらいですから、ね、あの前の日かけて、次の日にかけてお参りをして、おみくじも引いたり、福引きも引いたり、ご祈願をしたりして、帰って行きますね。何人ぐらいいらっしゃるんですか。希望観測で1000人来てますって言いたいところなんですが、まあさすがにそこまではね、あのお見えになってませんけど、まあでも600人、700人ぐらいは、まあ年によってね、なるほど、天候に左右もされますが、そうでしょうね、あの、はい、天気のいい年は結構多めに、多くお見えになりますね。でもあそこへ600人、700人っていらっしゃると混んですごい交通整理、駐車場はね結構混んでるようです。で、前にずっと行列できますでしょうね、あの観音さんの前から、あのずっとあのなんていうんですか、前のお稲荷さんの前から彫刻寺の辺まで、いや、そうあそこまで行かない、そこまで行くといいんですけどね、そこまではさすがに迷惑になりますからね。あ、そうですか。でもね、並んでますね。じゃ寒い中皆さん待ってるんですね。はいはい、待ってますね。ただ待ってる間におでん、あの差し上げたり、甘酒差し上げたり、焚き火も焚いてますから、結構無料でおでん食べたり、甘酒飲んで、じゃあ私も行っちゃう、はい、お酒はくれないんですか。
あ、お酒ありますよ。あ、おみきを。じゃあ今年私行っちゃいますよ。おみき飲み放題。今年行きましょう。飲み放題。私行ったら特別に。おみきだからあんまりガブガブ飲むっていうあれではないんですよけどね。でもお酒もあの振る舞ってますね。はい。お寺でお酒くれちゃうんですか。はい。ですからあの般若湯っていうことですね。知恵の水ということで飲んでいったんで。知恵が回りすぎても困っちゃう。あ、ですね。はあ、わかりました。ぜひお出かけください。わかりました。あとですね、あのご住職いろいろこう、あ、時間今日遅れてあと5分ぐらいね、ちょっと何分から始まったか、さっき10分遅れたんであと5分ですね。はい、わかりました。あとはあのご住職、あの私もねちょっと前に読んだことあるんですけどね、はい、なんかその第三世のご住職の徳上エニン、はい、さんです ね、はい、なんか素晴らしい方らしい。そうですね、私もあの、まあ、あとから、まあ、こちらに来た人間ですから、こちらの生まれではないんですけど聞いて、あの歴代の私はちょうど20、先ほども紹介していただきましたが、21番目の住職を仰せつかってるんですけども、その3代目ですね、徳上恵仁和尚様が松本の笹部部落を促進成仏になって疫病からあの救ったとい うお話が伝わっておりまして、松本の笹部の人方のもとも交流が現在もありますけれども、はい、まあ、素晴らしい方がいらっしゃって、ね、今のご住職の促進成仏っていうのはあれですか、生きたまま仏様に、そうですね、なったというふう伝えですね。その私の命はもう余命いくばくもないので、この村のために、そのご祈願をしながら、あのご祈祷しながら促進成仏となって村を救いたいということで、あの穴を掘って促進成仏になられたという伝説ですね。だからご住職はあれですかね、穴の中にご自分で生きたまま入っちゃって、はい、それで村を救ったという。そうですね、はい、多分あの空気を出す穴と多分鐘を持って、うん、鐘の音が聞こえなくなるんですね。お水を飲んでこう、素晴らしい、ね、素晴らしいですね。そういうそのお嬢様がいたっていうこと、うちの世代さんにいたっていうことは、ね、受け継いでますね。いや私はね、その千分の一でも煎じて、飲めればいいなとは思ってますけど、なかなか、はい、素晴らしいね。で、なんかあのご住職今21世なんですけど、はい、20世 の、 あのご住職が、はい、なんか法要に、はい、平成6年ですかね、なんか、はい、だから長い間そのうちの三世さんということは分からないで、松本の笹部の方たちは村を救った、うん、あの徳上恵仁さんという形で、うん、お祭りは毎年欠かさずやってたんですね。なんかね、ずっとされてるね。でところがその時、先代の20世の時に、うん、あのうちの世代が三世さんがその方だということが判明したんで、法要、うん、をやっていただいたということですね、はい、それまでは旅の僧がということだったんですけどね、なんかあの見ると、はい、なんか旅の僧侶さんって書いてありましたよね、はいはい、それがたまたまうちの三代目の和尚ということが判明したんですね。それで判明して、あの20世そうですね、ご住職が今の住職法要に、その時の住職を先代だから先代になりますが招いていただいて、まあ、法要していただいたということになります。はい、そうですか。いや本当素晴らしいってことで、そうですか。まあだいぶ遅く始まっちゃって10分遅れで始まったんですが、そろそろ15分になると思うんで、あそうですか、あと2分あるそうなんで、はい、ご住職あの松代の方にですね、はい、何かこのこれだけはぜひ言っておきたい、まあ、松代じゃなくてもあの日本全国、まあ、世界に流れてますからね何かあの、はい、お話あったらぜひ、はい、ご住職はお説教するときはだいたい1時間2時間お話なんですが、1時間2時間なくて2分だけでお願いしたんですよね。お願いしますまあお寺、真っ白にはねお寺たくさんあって、まあ、31か寺とも34か寺とも言われてますけれども、たくさんありますけれども、なかなかそのお寺でまあ、仏事とか法要をね、はい、やる機会があってもなかなか人が集まらなかったりするんですが、ましてやご葬儀とかになるとなかなかお寺でやるご葬儀というのが少なくなりました、うん、そうですね、ご葬儀のやり方とか内容もね、なかなかその年は重ねてもなかなか基本的なことが分かってなかったりする方が最近多いですから、うん、まあ、ぜひお寺を活用していただいて、お寺に分かんないことはもう相談する、うん、あるいは人生相談みたいな形でもね、いいんで、お寺っていうのは本来はそうやって、来ていただいてね、お茶を飲んでいただいて、うちはおやきを食べていただいてということで、ぜひね足を運んでいただければなと、うん、
ありがたいなと思って。開かれたことだ。開かれた。開かれすぎちゃってね、鍵かけてないですけど。あ、そうなんですか。あら、よくありますね、そういうこと。私もあった。あ、15分か。目覚ましにかけてたんですか。はい、15分です。タイマーです、ね。あ、タイマーです、はい。目覚ましじゃない、タイマーね。今時間の感覚がなくて。あ、そうですか。私もないんですけど。はい。ちょうど15分、ね。あ、そうだ。はい。ありがとうございます。ちょうど15分だそうなんで、はい、まあ、面白いですね今日は。はい、開かれたお寺ということでね、はい、15分になりましたんで、はい、鍵をかけないようにしておきます、ね。はい、あ、そうですか、はいはい。じゃあ、年末年始は、はい、お酒を飲みに、それから普通の時はおやきをいただきに、そう、ね、お伺いするということで、お出かけください、はいはいはい。私もおやきのファンです、はい、鉄砲漬けも美味しいですね。鉄砲漬けもね、はい、手間かかってますから、はい、ね、おばあさん、おばあちゃんがね作ってくれた鉄砲漬けとおやき、一口おやき、美味しいですね、はい。じゃあまた明日だと思って。ぜひまた、はい、年中開店してますから。わかりました。まあ、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。こんばんは。それではですね、来週の予告ということなんですが、今度新しくですね、パーソナリティとしてですね、永井さんをご紹介いたします。お名前はちょっと言っていただいていいですか。あ、永井文重と申します。はい、よろしくお願いします。来週、一応担当していただくことになりました。それで来週はですね、どんなお話になるのかちょっとあれですね、説明していただけますかね。はい、ここにもございますけれども、はい、山本薫さんですね。はい、この方は旧長野市内の、はい、ご出身で、はい、真っ白大好きっていう方でございまして、はいはい、非常にNPO とか、はい、あるいは真っ白イヤーの時に、ズームが活躍された方です。はい、皆さんご承知のように、真っ白旧町名復活事業っていうございましたけれども、これの、デザイナーを担当された方でございます。はい、まあ、次週は、山本さんに真っ白で何が見せられたのか、はい、あるいは、その町名の石材ですね、はい、それはどんなモチーフを持っているのか、はい、こんなことを中心にお聞きしたいと思います。あ、そうですか。どうぞご期待ください。はい、じゃあ来週はまた。あ、そうですね、このバイオインさんのね、檀家さんでもあるっていうんですよね、永井さんね。うん、たまたまここでちょっと偶然に会っちゃって、はい、そんなことで来週は、永井さんが出てパーソナリティで担当して、山本さんをあれで、ね、ゲストにお招きして、旧町名復活という形の標柱の形、お話を聞くということですね。はい、そんなことでよろしくお願いいたします。しゃべくり松代、また見てね。